脆弱な正義を振りかざす浅井軍を落とし、自らの力を示した秀吉。しかし野望の達成は遥か遠くにあった。豊臣軍の基盤をさらに強固なものとするため、次に拠点を張る場所として選んだのは、前田利家がその地を守る賤ヶ岳であった。この地は我のものだ。法廷万里。馬に蹴られて地獄に落ちる我ら最強夫婦。イヌチア様、敵襲にござりまする。よし、追い返すぞ。ここはとてもいい場所だよ秀吉。豊臣軍の拠点を置くのに最適だ。よし、ここを手に入れる。待つ、ここは一旦引く。心得ましてござります。では後ほど合流を。利家君、僕たちはこの地が欲しいんだ。手荒な真似をするつもりはないよ。ここは前田の領地。前田家と松はそれがしが守る。待つと前田家はそれがしが守る。女一人守るとは我と戦うというの。かよう軟弱な心で我は倒せぬぞ。下がれ。戦は女小僧のものではない。いいえ、女にもできる戦はござりまする。遺言はしません。それがし、本気で怒ったぞ。前田の兵は犬千代様の宝。松目が力の限り守りまする。そこをどけ。女に何ができる。用があるならそれがしに言え。お前に用はない。我はこの地に用だ。松目が地下と見届けましてござりまする。こんなことなら家で畑耕しておけばよかった。豊臣様、人を慈しむことを知りませぬ。壊すばかりでは何も生まれませぬ。我が生むは破滅ではない、創造よ。お二人は拙者がお守りするのだ。やはり僕の目は間違ってなかったよ。何を言っておるか。松、走ったら腹減ってきた。なんとおにぎり。こら、この前田としげろ。天下一の豪僧、受けてみな。前田利家が妻松にござります。さあ、お覚悟なさりませ。利家、お前はこの地を我に渡せばよいのだ。渡さん。俺がしか守る。
皆様、待つ特製ご飯にござりまする。みんな、待つの飯を食べろ。おお、松殿の特製握り飯よ。うまい。具が大きい。我こそが時代の父。我が作るは国の行く末。そのように寂しきことを。国というものは一人で作るものではございませぬ。器よ、我とお前の器の違いよ。器？どんぶりのことか？それがしのどんぶりはでっかいぞ。道を開け、我らが大将のお通りよ。あなた様は大きな子供にござりまする。さあ、おとなしくお家へお帰りなさいませ。進むのみ。主に捧げたこの命を見よ。これで少しはおとなしくもなろう。皆様、待つ特製ご飯にござりまする。皆様ご存分。みんな、松の飯を食べろ。おお、松殿の特製握り飯よ。うまい。具が大きい。こんな戦はただの通過点だよ、秀吉。分かっておるわ。あれは止まらぬ。もう許さんぞ。武家の者として誇らしき散りざむ。
皆様、松特製ご飯にござりまする。みんな、松の飯を食べろ。おお、松殿の特製握り飯よ。この国があってこそ、そうは思わぬか。お前も全力を出せ。守るものがあるなら。お前はそれがしを怒らせた。前田利家、なんという心強き武士。臆して足が動かぬか。待つ、泣くなよ。臆して足が動かぬか。見よ、これが若きの桜の舞い散る国よ。我が拳はいかなる障害をも打ち砕く。しかと見よ。